あの、いや、それよ。
前に、なんか、この時代生のお母さんが、実はね、
場さんが来てくれされましたんですよ。でも俺面白かった。いやでも何なのあの辺りの人のあのタフさっていうか、あの生命力系か。というかさ、まだおんの？もうええんちゃうの？いや、っていうか僕次の人だけ誰か聞いてないんです。あ、そうなんや。はい、あのシークレットゲストというか、はい、でもなんかもうスタッフもなんかもう終わった感出てるよね。まあまあ緊張感ないわ。多分もうなんか余力の感じなんです。大スタートの本音トークを終えた一方は、本日最後のお店はしご酒。最後のお店はこちらです。読めますか？はい、大人のワッション、ウニ屋さん。坂上さんおすすめのお店5軒目は、ウニ屋さん。元お寿司職人の大将が考案した創作ウニ料理を楽しめるウニ好きにはたまらないお店。定番は磯の香り漂う高級生ウニを醤油をつけずにそのままいただき